京阪バス4系統の京阪森口駅が出発してきた森口駅西の交差点であります。谷松線の森口駅前なんですが、12月の8日に2023年イオンタウン森口がグランドオープンし、マイコンの小原にピザ店、ケンタッキーフライドチキンにケーズレンキ、そしてイオンのスーパーダイエーと数多くの商業施設が入ってきたんですね。そして国道沿いのところには駐輪場があって、なんと3時間で無料なんですね。ただそこから120分ごとに100円が加算されるということなんですね。主要国道である国道1号、いわゆる京阪国道とも言われているんですが、かつてはこちらに森口消防署があったんですけれども、今は解体工事が進められて、和食店の佐藤があるんですが、そこから南西に行った3階建ての建物へと移りました。そして警察署、市役所の方もそちらへ移っていき、中心拠点が南西側へ移ったということなんですね。イオンタウン森口の向かい側には森口市第一駐輪場があって、こちらは定休用のみになるんですけれども、多くの自転車が止められるようになっています。森口駅西交差点の信号を渡り、U ターンする形になったんですが、森口駅東交差点に差し掛かる手前で国道1号から左の方へと曲がってきます。最初は京阪本通り2丁目付近を歩いてくるということなんですね。ただここから北寄りに向かいながら少しずつ登ってきます。周辺にはマンションが建ち、そして一戸建てが多く立ち並ぶ一角、少しずつ登りながら信号の方向へ、この中には格安の飲み物自販機も1台置いてあります。京阪本通りから梅町の方に入り、一軒家の集会所を過ぎてきて、信号を渡ってしばらくして下りへと入ります。信号を渡らずに右の方へと曲がっていくと、大阪府立芦間高校があって、桃町六道公園がその手前に南北につながります。信号を渡ってすぐに左斜めへ曲がってくると、阪神高速12号森口線の高架が見えてきて、その先また信号を渡っていくと淀川河川公園になります。ですが信号は渡らずに右の方へと曲がり、右手に森口市シルバー人材センター2階建ての建物が見えてきて、阪神高速の高架下が江ノ川遊歩道になっていて、高架下に沿って遊歩道、自転車道がつながっているということなんですね。そして森口市は桃町へと入り、北東寄りに進んでいくんですが、ここはくれくれとした道を進みながら登ってきます。そしてこちらが桃町緑道公園北側の入り口ということになります。最初はこのように半月字のようなカーブを描きながら狭い道を進んでいくということなんですね。かつてはこの場所に森口スポーツプラザビバスケートがあったんですけれども、小学生時代にスケートをして何度も転んだという思い出があるんですけれども、信号を越えた東側のところには歩道橋がかかっているんですけれども、今は通れなくなっています。かつてはこの歩道橋はここから北側の方に螺旋階段状のようなスロープがあったんですが、淀川河川敷を通っていって森口スポーツプラザへと行く連絡の歩道橋になっていたんですが、その一部が残されているというところなんですね。そして外島町南のバス停へと差し掛かっていくんですが、実は京阪バスはかつて8号8 A 号系統が運行されていたんですが、12月16日のダイヤ改正で1年のみの運行になってしまったんですね。
8号経路は京阪森口駅の方から13時40分に出て、第2次から大久保方面、そして古川橋駅方面へ。一方で8号経路は13時に森口駅を出て、京阪森口を折り返して22分間という経路になったんですね。卒島町南のバス停の右斜めには、メープルパークスクエアの大型マンションがそびえ立ちます。そして阪神高速の高架下をくぐった右側には松下記念病院があって、阪神高速12号森口線の高架を沿いながら左へ、そしてしばらくすると急な左カーブに入ってきます。カーブを曲がり終えるところに外島町のバス停があって、直進のように見えるんですが、信号を越えてくると道幅の方が狭くなってきます。信号を渡って右に曲がると下島橋があります。川が小さなものが流れているということで、この橋の名前がついているんですが、平成元年6月に竣工した、平成にできたばかりに完成した橋なんですね。住宅会社があるんですが、その前に下島小学校のバス停があって、こちらが八雲中央公園になります。阪神高速に高架下に沿ってずらりと並び続けている公園なんですが、ここで左斜めの方へと曲がってきて、左斜めに下島小学校体育館が見えてきて、防災行政無線が置かれているんですが、くねくね道を進んでくると下島公園になります。下島公園に着きました。まかつてはこの下島公園の中に花図館という建物があったんですけれども、その建物の方はもうなくなってしまい、この公園にはお手洗いがついているんですけれども、面積が非常に広い公園なんですね。その先、緑の木があるんですけれども、そこを越えて森の中を越えていくと大きなグラウンドが目に映ってくるというところなんですね。週末には少年野球チームが練習をして、そして放課後には子どもたちが元気に遊んでいる風景があるんですけれども、朝を迎えて静けさがあるという公園なんですね。さて今回は森口駅西交差点前からイオンタウン森口前ということになるんですけれども、そこから住宅地を通っていって阪神高速12号森口線の高架を沿って下島公園まで、時間にして21分49秒、距離にして 1.04 キロ、2012歩の152キロカロリー、まあ、谷松線森口駅の方からも、まあ、1キロで歩けるというところなんですよね。まあ、少し立ち止まった関係もあって時間の方が20分になってしまったんですが、それがなければもう15分程度で行けるというところなんですね。まあ、先ほどちょっと犬を連れている男性の方が入ってこられましたので、外からの撮影ということになったんですが、奥の方には1990年に行われた花の万博のキャラクター、花津銀ちゃんのモニュメントが置かれているというところなんですね。そしてこの下島小学校向かい側なんですが、実は令和6年2024年3月に八雲小学校と統合し、下島小学校は閉校ということになってしまうんですね。このようにありがとうという書かれた児童たちが描いた上りが飾られていて、2024年の春にまたもう一校伝統の学校小学校が消えてしまうということなんですね。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。